どうも、こんにちは。こんにちは。重大発表があります。わー、重大発表。何でしょう。わわわわわ、私たち釣りよかチャンネル、はいはい、解散します。重大やった。重大やった。違います。完全復活します。イエーイ。完全復活。明日ゴールデンウィークスタートの29日から、はい、毎日投稿を再開しようと思って、 しかもあの毎日投稿を始める記念に、ものすごい面白い動画が15連発ぐらいきます。ものすごい、ものすごい面白い、身震いするようにな面白い。なんかさ、やっぱさ、面白いものがある時ってさ、最近で言うとドクターストーンの最終回が近い時ってさ、もう一日一日生きていくだけで楽しみで仕方なかったわけよ。早く明日になる、あれが楽しみだっていう思いをしてもらえるぐらい面白いものを作ろうと思ってます。まあ、じゃあ一発目ネタバレすると、とある YouTuber と、揉めてたので、その因縁の大揉めに揉めた YouTuber と、やるやろね、やるやろ、離島で釣りコラボをします。揉めに揉め、揉めに揉めた、揉め揉め、揉めに揉めた、揉め揉めのみやで、まあ揉め揉めつつもコラボをしようと、なんかね、あの今回復活しようと思ったきっかけが、最近ちょっとコロナはこんな感じだけど、まあ釣り YouTuber の活動とかもちょっと増えてきて、いろいろ会う人が増えてきた中で、もうみんなね、釣り動画が伸びないって言ってるの。で、確かにいろんなチャンネル見たら、釣り動画自体の再生が全体的に下がってて、なんでだろうと思った時に、ちょっとまあ傲慢かもしれないけど、うちがあんまり活動してないっていう分もあんのかなと思って、まあ、うちが釣り動画で一気にさ、登録者が100万人超えるぐらい、すごい勢いがあった時があったわけよ、こんな俺らにも。2、3年前、ものすごい勢いだった時って、釣り人口も増えるし、釣りフェスティバルの来場者も増えるし、他の釣り YouTuber もどんどん伸びて、まあ、お前らのおかげじゃないわって思われるかもしれないけど、ちょっと傲慢に考えると、うちの勢いがすごかった時に釣り業界、釣り YouTuber 界上がっていったのかなってちょっと思って、メーカーさんとかもなんかちょっと落ちてるみたいな話も聞いたりもするから、ちょっとね、大元はコロナが始まっていろいろ考えることがあったので、あの釣りとか特にいろいろ移動するっていうのもあって、まあそれは休止しますっていう動画の時にも話したけど、まあいろんな理由があって休止したけど、このまま俺らがずっと沈黙してたら他にも迷惑がかかるなと、沈黙しすぎてもっていうので、さあ再開しようと思ったけど、どうせ再開するならものすごい盛り上げてみようと、もうみんながもう身震いするほどの楽しいものを作ってやろうということで、いっぱい企画考えて、いや明日が楽しみで楽しみで夜寝れないぐらい面白いものを毎日あげようと思って、まあとにかくね、もう1週間分ぐらいはできてるけどね、これ早く見せたいっていうぐらい面白いものが出来上がってるので、明日からちょっと楽しみに見てほしい。でこれをきっかけにまた釣り業界をね、盛り上げていきたいと思っているので、はい、ちょっと明日からまたよろしくお願いします。まだなんかいろんな釣りができたらいいですけど ね、ちょっと正直海外とかもはさすがに厳しいかもしれないけど、ね、みんなで話してたらアマゾンも楽しかったねとかさ、いろんな遠征も楽しかったっていうのもあるし、このまま動かなさすぎても何もできないから ね、ちょっと、ね、ここでやるかよね。そう、なんかちょっと派手に派手に暴れてやろうと、明日からね、ものすごい面白いと思うよ。震えてます。ちょっとね、マジこの後この後プレミア公、はい、プレミア公開予約するけど、そのタイトルを見て、早く明日にならないかなっていうの、震えてます、震えてますっていうのが10本ぐらい連続して、マジか、明日もめっちゃ面白いそうや、で、あ、面白かったって、また次プレミアが予約されて、マジか、また面白そうっていうのが、マジで続くから、ちょっと楽しみにしておいてください。なので、完全復活果たすので、また釣り業界盛り上げていきましょう。あと、やっぱさ、ここ2年でさ、芸能人とかさ、いろんな業界のプロがいっぱい入ってきてさ、もともと釣り YouTuber なんて何組かしかいなかったのにさ、いろんな釣りのプロが入ってきたりさ、なんか最近野球チャンネルが流行ったと思ったらさ、ピッチャーチャンネル、キャッチャーチャンネル、バントチャンネルみたいな、どんどん細分化していって、どんどん YouTube がなんか人口が飽和してきて、なんかさ、
専門化してきてさ、なんかもともといた素人の釣り YouTuber だったり、もともといた素人のなんとか YouTuber が飯食えない状況になったりとかいうのもさ、見ててわかるからさ、ちょっとね、うちら釣り YouTuber としてはそういう素人 YouTuber をちょっと盛り上げたいなと、プロの波に押されまいと、なんかそういう芸能人とかプロとかさ、専門家の波に押されないようにちょっと素人 YouTuber 界を盛り上げていこうと思うから、はい、なんかコラボとかもさしたいなと思うんで、はい、素人釣り YouTuber も、もちろん芸能人はダメっていうわけじゃないけどまああの今一度盛り上げるためにコラボとかも全然言ってきてくれたら、ね、ちょっとうちもコラボね、うん、やって盛り上げたいなっていうのが行きますか、そこに。そうそう、全然行くからさ、そのどこどこ県に住んでる何々 YouTuber とコラボしに行ったりとかさ、まあ分かりやすく言うとハイサイの沖縄に行ってハイサイとするの、そんな感じでまたちょっとみんなで盛り上げたいとも思ってるから、ぜひそんなちょっとコラボしたいなとか思ってくれた人がいたら駆けつけるので、ぜひそこら辺もお願いします。ツイッターの公式のアカウントに、そう、ツイッター公式アカウントにリプでも DM でもいいから送ってもらえたら助かります、はい、なのでこれから盛り上がっていくと思うので楽しみにしておいてください、はい、以上です、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、ちょっと一つ言い忘れてたことがあって、今まで釣り岡5、6、7年、6、7年、8時毎日更新をやってたんですが、8時だとちょっと遅いなと、なんか最近視聴者さんの声で家族みんなでご飯食べながら動画見てるみたいな人が多くて、8時遅いなと思ったので18時半アップになります。今度から佐賀横が18時半に釣り岡、19時に釣り岡飯っていう風になります。そしたらご飯中に家族みんなで見れたりするかなと思うので、なのでまた、明日からよろしくお願いします。明日から18時半更新です。以上、はい、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。